じゃあ、はい、今回は今回お楽しみ。お楽しみ？誰が聞きたい？どこまで聞きたい？聞きたいです。何を？いや僕ね最近ねあの、うん、強子の SNS 見たら、うん、内田有紀と、うん、ツーショットの上がってたんですよ。あれはどういうことなんですか？あれは、はい、僕まだデビューする前で、はい、裏方として手伝ってる時に、あ、そうなんですか？そう、あれデビュー前なんですよ、はい、で、彼女はもうトップスター、はい、で、まあ、もちろん彼女は裏から見に来るわけですよ、K1 当時、はいはい、彼女当時ピーターアーツの前、へー取り巻きすごい、はいはい、で、で、僕大好きやったの当時、うんうん、もう顔がちっちゃいし、はい、うわ来てると思ってもう動き止まってで取り巻きすごかったけどここはもうねもう書き捨てやろ恥は書き捨てやろってわーおかげでいってすいません握手してくださいって握手してくれて写真はダメですよねって言ったけど、はい、周りが止めかけて、はい、あいいですよへ、写真なんかねでもなんかねプリンスとか言われてたからでもなんかもうそういうなんかねいやだからなんかそういうだからいやどうインタビューとかどこで持ってたんですか担当職員やうんいやだ当時ほらあのね K-1 で華やかやったから華やかねリングサイドもねそれこそ藤原紀香さんとかいた長谷川京子さんとかね、はい、今でも活躍されてる女優さんモデルさんいっぱい来てたんで、はいはい、もう綺麗な人に見慣れてしまうんでね。まあね、はい、なんかそういう K-1 終わってからなんかパッとめっちゃ変わってみたいな、よく言われたのは当時、はい、ラウンドガールもめっちゃみんな綺麗な子ばかりなんかあったでしょってよくなんかあるんですよ、はい、全く接触がないラウンドガールはましてや試合中なんて僕らもこっちは試合してるから見られへんし、うん、で彼女たちは選手と接触しないようにって言われてるんで、全くなんか僕がなんかね、なんか某ムサマサから話が派生して、なんか僕がラウンドガールをナンパしたみたいな話まで、おひれはぎれついてる話までちょっと SNS で聞いて、したことないし、まあ、されたことはあるけどって、おい！いや、まあ、いやいや、もうこれから、もうお前、何これ、破壊！いやいやいや、まあね、多少はね、ああ、僕は、はい。プリンスですもん。狩人タイプじゃなくて釣り人タイプなんで。いやー、はい、違う、ちょっとおかしな方向いってるな、ちょっと待って、わかんない、ちょっと間違えた、いやどの試合のラウンドガール、いや、それはよ、どの試合、いや、だからでもラウンドガールさんはほんまにこう来てくれることもあったけど、はい、やっぱり一定の距離を置いてて、はい、で、まあその彼女がラウンドガール辞めて普通に行かれた時に、まあ正式にっていうのはあったけど、お客さんとですか？え？お客さんとですか？そのラウンドガールさんと。見に来てるお客さんも行きます？いや全くそれはないですね。ねファンレターとか昔は。ああファンレターとかはもうだからあったけど、そうですね。そんなの全く僕はほとんどファンレターでなかったんで。本当にファンってなったら本当なかった。まあ思ったか、はい、手紙じゃなくて本人にリボンかけてるのか、いやそれは全くないですなんなんですかね、僕ね、そうなんです、一般層には全く受けなかったんですよね。一般層はやっぱ芸能人じゃないですけど、まあなんだね、まあ何の話してんの、めっちゃ汗出てきたまあいやいやいや、ちょっと待って、おかしい、いやプリンスプリンスじゃないし、プリンス勝手に言われてるし、だからプリンスが嫌で、はい、もうだからマスコミにつけられたから、はい、当時最後生まれた筋肉マンの話になるけど、はい、当時アシュラマンっていうのがいて、はい、魔界のプリンスって呼ばれたから、はい、僕はどっちかっていうと性格悪いから、はい、魔界のプリンスですよって言ったら魔界のプリンスって次言われるようになったっていう、まあそれだけの話、ね、いやもうその K-1 試合終わった後なんかこう、うちは芸能人集まって、アフターパーティーあるけど、もう体ボロボロなんで、あっちゃこっちゃ痛いし、ボコボコやし、はい、お酒も飲めないし、楽しくもないし、早く帰りたいし、しんどいし、そういうパーティーあるんですか？いわゆるパーティーって言って、終わってからのパーティーはあります。
コンパじゃない、コンパ。いや、もう本当のパーティー、あの、もう、スポンサーさんとかもいっぱいいて、あ、なるほど。でも、スポンサーさんに、それこそ、あの、その、なんていうんですか、その、コビ売るだけ、はい、違う、はい、そういう、そういうパーティーです。うん、そうですね、はい。ボロボロの体、足引きずりながら。今ってそんなあるんですかね。今どうなんやら、あ、でもまあこのコロナ禍では多分ないやろうけど、はい、どうなんやろうね。今ね、格闘技もまあそれなりにね、うん、お綺麗な方皆さんね、芸能人の人もいたりとかやし、はい、なんか格闘家もね、今結構著名なタレントさんとかモデルさんとかも結婚したりとかしてるし、あ、そうです ね、そういう意味であんまり、そういう意味でもボクシングって地味ですよね。まずみんな真面目なんですよ。まあ、ほんまにね。もう真面目なんですよ、ほんまに。そう言ったらなんか、こっちがなんかチャラいみたいな。いや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 。もうひたすらサンドバッグ叩いてるんですよ。いや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 。え、ちょっと待って、もうピー入れましょう。はい。もう、チャラいボクサー、過去。はい、チャラいので有名だったボクサー。ピー入れる。チャラい、はい。石田時代、周りで、あいつはほんまに、あ、けどチャラい、なんかその昔チャラいやつ、うん、まあ、世界チャンピオンレベルですよね、うん、もちろん、もちろん、その名前知らん、そんな、うん、誰も興味ない、そんな世界チャラい、チャラいかどうか分からへんけど、畠山とか人気、あ、人気はあった、人気はあった、畠山さん、人気あった、人気あったけど、なんか、まあ、けど、まあ、なんかイメージとしては、なんか周りにいつも女の子いてるっていう、ええー、まあ、人気、人気前から、まあ、テレビも出てたしね、それ地上波でもやってたし、そうか、うん、え、年齢的には同い年、そうなんや、同い年、じゃあちょっとムカついてた当時は、いや、いや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 じゃあ彼の試合を見てプロデビューを決めたというところは、あ、そうなの、そう、へえ、彼と坂本、はい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 、試合やった、あれを見て感動して、あ、いうところもあって、そうなんや、いまだに交流は全然ない。あ、全然ない。うん。けどそんな周りな子の声がいてそうな、なんか、ね、そういう、まあ、そういう時代やったし、ね、まあまあまあね、そういう時代。まあまあね。それに比べてノブリは人気だった。じゃあこいつ。ひたすらさんの声。もうは。なんでそんな。タオル、タオルを。いやいやいや。噛み締めて。K1 の。あ、ちょっと一個。はい、はい、すごい気になってこれ。K-1 からの支えはなかった。正直ぶっちゃけ。いや、だからそんな、あ、いやけどまあなんかいろいろそういうね、あの石井監督とかそのあったんです。はい、そういうなんか軽いあれはあったんです。やらへんかって。なんかそのやらへんかって、まあ、そういう軽い、魔界クラブにも。はい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 。なんか、え、柳沢さんやったっけ？魔界クラブ。僕魔界クラブなんか番号もらいましたよ。そうなんや。え、そうか、でもじゃあ魔界クラブの番号、はい、正式にオファー来てたら行ってた、いやー、でけどね、もうなんかボクシングなんかおもんない時期もあったんですよ、うん、だからもう行ったらこれゴールデン出れて人気もなめちゃうかなとか思った時期ありました、あ、けどもう絶対キックやったらもうやらないの分かってたからいや、でも分かってるんです、分かってるから、うん、いやでもそれでも、まあ、そうなんや、オファーじゃなかった、正式には。そうですね、そうですね。なんかこの間、ちらっと、あの、ムサマサで竹原さん、あ、竹原さんがオファー正式になったって、はい、谷川さんから。はい、ねえ、うん。あ、なかったな。世界チャンプも、ね、世界チャンプやったし。うん、あ、そうか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 、よかった、ちょっと話を脱線させられて。山の上に出たらやばかった。大体わかりますね。何が大体どういう、ね、いや僕は、まあ、説得力ないかしらけど真面目でしたよ。いやけどまあ寄ってきますもんね寄ってくるって言い方が寄ってこられてもうどうしようもないっていうところもあるんで、まあ、当時のボス、はい、K-1 のボスに言われたのは、はい、なんかそこ、病気だけは気をつけろって言われた。めっち
ゃあ、それも合わせてるしかない。合わせてるしかない。いや、じゃあ、合わせてる。いや、何が芸能人は何がだから、もういいじゃない、もういいじゃない、その話は。もう時間ないよ、今週は。もう時間が、ああ、もう時間が、ああ、もう時間が。また今度。次週。はい。芸能人。もう、家族見てんねん、これ。おい、どうなってんの、もう。汗かくわ、ほんまは。ずっとびしゃびしゃよ、この人たち、俺。芸能人。はい、もういいから、もう。もういないです、もうそんな。はい。ではまた、来週。